きチャンネル。じゃあこんにちは。さあキーマンの回も、はい、いよいよ2位まで来ました。2位まで来ましたね。2位のチーム、はい、ソフトバンクと DeNA ですね、はい、もう今日はサグッともう行きますから本題からね、サグッと入っていきましょう、はいはい、じゃあ DeNA ですね、はい、やっぱ DeNA のキーマンは、うん、やっぱ野手は外っすね、はい、やっぱり外 の、うん、やっぱあのホームラン王のホームラン数、はい、でまあ筒香もいなくなって、はい、でここ外が普通通り活躍しないと本当にやばいと思うんですよ、はい、まあそうですね、まあ、40本打ってもうだいぶ十分ですけど、はい、もうこれをマストで打たないと、うん、もうマストっす。マストマストで、新外国人のオースティン、はいはい、まあ、オープン戦ね、うん、最初調子よくどんどんと出ましたけど、はい、これがまあ結果まだどうなるかね、うん、始まってみないと分かんないっていうところもあるし、はい、ロペス、オースティン、ソトを3枚並べるのか、うん、もしくはピッチャーのパットンとピープルズを2人で行くのか、うん、パットンだけにしてオースティン、ソト、ロペスで行くのかっていうね、うん、ところもありますけど、うん、その中でもソトがしっかり活躍しないと、はい、あと守備もっす。だからどこ守って守備はミスな、やっぱ打つのが守備がちょっと、はい、ちょっと不安定なんで、はい、打つのとやっぱ守備でミスして、はい、あの相手にチャンスを与えないようにしなきゃいけないんで、はい、守備でもちゃんとやってねっていう、まあ、ここセリーグの難しいところですよね。そうそうそう、DH でいられないっていうところがね、はい、だから外がなんかセカンド説もあるし、はい、ファースト説もあるし、もちろん外野説ね、ライトっていうのもありますけど、うんうん、どこなのかなっていうね。そうですね、はい、あとオースティンともね、うん、はい、被っちゃうんでそこら辺を、ね、ああどうするのかっていうね、外は、まあ、去年ねあのライトが多かったですけど、はい、その守備も頑張ってねっていうね、守備も重要ですよっていう、そこもキーマンですよっていう、うん、打つのは当たり前として守備もっと頑張ってよって、ね、そうそうそう、あともう打つのも絶対打ってよっていうプレッシャーがなまあ、筒香選手いなくなったなっていうのも大きいですからね。そう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 、でここでね、その、うん、ソト、オースティン、ロペスが3枚がもしクリーンアップ、ね、うん、入ったりしながら、うん、周りを宮崎とかね、石見、カビサとかもうまくできれば、うん、でもそれもソトがいてからの編成なんで、はい、もうソトが崩れて、オースティンがオープン戦だけやったってなってくると、はい、もう終わりです。いや、結構そうしたらガタガタになりますね。そうなん、そうなんですよ。だからやっぱりソトの活躍はもう必要不可欠、うん、はい、あ、確かにそうですね。いや、でも40本がマストってなんかまたレベルが違いますね、うん、羨ましいですね。羨ましいですね。逆にね、40本マストですよみたいな、ね、どっかの動画で外国人もせめて20本打ってほしいし、40本がマストっていう言われたい言われたかった。佐藤はやっぱホームラン40本マストやな。まあ、できるだろう。まあまあそうっすね、やっぱそれぐらい打っときたいですねとか言いたかったですね。お前ならできるでしょ、それぐらいってね。僕も目指せ20本ぐらいだったんで、はい、結局17本が最高だったんで届かなかったですけど、はい、うん、まあやっぱ外っすね、はい、じゃあピッチャーですね。ピッチャーっすね、はい、国吉っすね。あ、中継ぎ投手ですね。はい、中継ぎ投手っす、はい、去年160マックス1キロかな、はい、を出して、うん、ポテンシャル高いんですけど、はい、やっぱ自滅型なんですよね、やっぱストライク入らなくなったりとか、うん、入らないから甘み取りに行ったりして打たれるパターンもあったんですけど、はい、でも去年ね、うん、一番試合数も投げて、はい、でしかも何て言っても、うん、今年大活躍のエスコバーが、はい、あの右膝の怪我で開幕1軍が微妙っていうね。本当だ。やっぱ去年のエスコバーがもう買いまたぎ、はい、右左関係なく、うん、もうバンバン投げてたわけですよ、はい、うん、でそのおかげで最後の山崎康明にスパッとつなげたっていうのもあるんで、うん、はい、もう山崎康明の安定感はもう抜群だし、はい、そんな大きい怪我するとも思わないし、うん、でそういったところでその前を担う人たちが、うん、もう、あ、 DeNA も基本完投そんなにしないんで、うん、早めにあのリリーフを出していくラミレス監督はそういう、うん、あの指揮するんで、はい、やっぱ中継ぎ陣がかなり重要になってくるところで、エスコバーがいない、はい、じゃあ誰ってなった時に、はい、じゃあ三上なのか三島なのかっていうところで砂田なのかっていうね、はい、国吉を推したいですね。うん、なるほど。僕はね、まあ、勝利の方程式がカチッと固まってるチームってやっぱりすごく強いですよね。そうそうそう、しかもそれを固めなきゃいけないその試合の進め方するんで、はい、監督がね、うん、ただだからこそのこのエスコバーの穴がでかいっていうことを考えると、はい、その穴を国吉が埋めようっていう、うん、だからちょっと去年もね、防御率がちょっと悪いんですよ、はい、あ、そうでしたか。やっぱ最低 4.8 ぐらいだったと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと見てみてください。 4.8 なんですよ。あ、4.8 防御率が、うん、でも53試合登板してるわけですね。そうなんですよ。だからもうちょっと防御率をやっぱ3点台ぐらいにしたいですね。そうです、最低でも、でそうすることによって、はい、まあ、安定感増すん で、うん、で信頼度も得れるし、はい、山崎康明にすんなりつなげるようにしていくために、うん、はい、国吉のピッチングに期待ですね、はい、
だからパワフル系ですね、国吉と外で。そうですね、はい、パワフルに、はい、でもここがしっかりまとわれば、まあ、DeNA はね、そのあの東がトミー・ジョンで、うん、まあ、もう今季絶望になったりとか、ね、うん、失望の穴だったりとか、はい、まあ、そういったところを、まあ、補う戦力補強はできてるんで、うん、はい、でそういったところがうまくあとはまるかどうかですね。まあ、なんといってもエスコバーの穴は大きいと思いますけど、はい、まあ、そういったところをね、まあ、パットンがね、はい、去年もパンパンって言ってね骨折してましたけど、パットンパンパンですね、もう本当にね、何やってんのパットンっていうねところでしたけど、まあ、そことね、もううまく噛み合って中継ぎ陣がうまく回せれば、うん、もういい形の勝利の方程式作れるんで、はい、そこはまあ期待したいところですね。そうですね、はい、はい、じゃあソフトバンクですか。ホークス行きますか。まあね、3年連続日本一、いやでも2年連続 V 滅してるところで、はい、やっぱりそのね V 史上命題っていうところで、野手のキーマン、はい、こいつしかいない。はい、誰だ。先日インタビュー取材した甲斐ですよ。おお、甲斐選手、やっぱ甲斐がね、うん、何気にキーマンです、はい、正直甲斐が怪我していなくなったら終わりです、はい、あ、まあ確かに、はい、甲斐選手が正捕手としてもしいなくなっちゃったらもう終わり、きついっす。やっぱ高谷もね、いいキャッチャーですけど、うん、やっぱ1年間ずっとっていうのは厳しいし、うん、もう他の栗原、まあ、この前バッティングでのホームラン打ってていい形で見せますけど、はい、栗原とか茎だったりとか、うん、若手 の,、はい、あのでしかもあの新人のね、うん、海野くんがね、はい、ちょっと怪我しちゃって、はい、出遅れてるっていうのもありますけど、まあ、何気にここまでホークスは毎年怪我人出るんですけど、はい、甲斐は怪我しないんですよ。いや体強いですね。強い、だからまだ2位で踏ん張れてるっていうところもあるんで、うん、何気に他もね回せばって言いますけど、甲斐、うん、の代わりは、うん、いないです。いない。残念ながら。まあ、次がまだ出てきてないってことなんですよね。そうそう。だから甲斐がもし怪我したら、うん、下手したらベイクラス。おお、その可能性が出てくると。あ、出てきます。打線があんなに良くても。良くても。逆に言うと、あの甲斐選手はもっともっと打率を上げたいって言ってたじゃないですか。まだ自分はチームに貢献ができてないと。でそこがもっとグッって甲斐選手がもっと打率伸ばしていったら、さらにやばいですよね。優勝っす。また優勝ですね、はい、でしかもね、バレンティン入って、うん、はい、ね、そう、バレンティン来たんだ。バンバンオープン戦でも打ってますし、はい、もう千賀がね、ちょっと開幕どうなるのかなっていうね、うん、まあ、まあソフトバンクもね、はい、なんかもう逆に怪我することに慣れちゃってるのかなっていうね、もうあたふたしないですよね、工藤さんも。はい、もうダメだったらこっちみたいな。いや、層が厚いんですよだって柳田選手とかがいなくたってあんだけ強いんですよ。まあそうですね、はい、でもそこは、うん、もうちょっとあたふたした方がいいですよね。なんか人としてチームからすると、そうそう、もうあ出なきゃ、まあ、仕方ないみたいな、はい、仕方あるからもう怪我しないようにした方がいいんじゃないのって思いますけど、はい、だからそこの不安感はあるんですけど、うん、でもね、甲斐がね、はい、万全だと大丈夫、ソークスは。そうですね、元気にいければ、はい、なんたってね、はい、里崎チャンネル初ゲストっすから、はい、レベル高い選手っすから。いや、まあね、もう超ビッグ選手ですから、ね、はい、それ簡単に出れないんでね、うちのチャンネルちゃんは。ちょっとハードル高いです。そう、高いです、高いです。はい、はい、そんなの出ていただいたね、皆さん見てください、インタビュー。そうそう、はい、さあ、次はっすね、はい、ピッチャーっすね、森っすね。ああ、森唯斗投手、はい、はい、抑え、うん、やっぱりその、あの澤部がね、はい、守護神になって、その時は森が前いて、うん、モイネロがいて、うん、っていうところでうまくね、日本一になった時回ってましたけど、はい、うん、そう、サーデーが怪我した時に森が最後になっ、後ろになって、うん、でそこがあるから前のモイネロとか、はい、他の選手たちもね、うまく回せた、まあ、去年だったカイノスね、はい、とか、あと加山とか、うん、あのうまく回せたっていうところもあって、でサーデーが帰ってきましたね、今年、はい、うん、でそのサーデーがどうなるのかっていうところもありますけど、うん、はい、まあ、森が一番最後にどこっといることによって、うん、その前が安定してくるんで、これ森がもしいなくなって崩れた場合、はい、誰が最後やるんやと、うん、守護神やるんやと、うん、澤部もう大丈夫なんかと、うんうん、モイネロキューバーでいなくなりますよねとか、はい、しかも甲斐の怪我してやばいですよねってなった時に、うん、もう一気にガタガタ来て、うん、ベイクラスになるんで、はい、甲斐の怪我も大きいと思うんですよね、はい、ひょっとして、ね、今年どうなんのかっていうね、いろんな情報を合わせると僕の想像だと、うん、トミー・ジョン一歩手前やと思うんですよね、はい、それをなんかあの決勝版のやつね、うん、再生医療して、うん、それがあマークもね確かそれして、はい、多分トミー・ジョンしなくて済んだと思うんで、うん、はい、それをして治ればね、うん、いいですけど、やっぱ慌てるとこじゃないんで、はい、ひょっとしたら最初のうちはいないかもわかんないですよね、うんうんうん、でそこでまあどういう風な展開、まあ昨年終盤に、まあ、変えていた岩崎投手とかが万全になってくるのかっていうところはありますけど、はい、まあ、どういった編成組むのかは分かりませんけど、はい、まあ、森投手がしっかりそこをバシッとはまることが
大前提ですね。うん、なるほど。どうなんやろな、全員怪我しない、全員が怪我しないで戦う姿を見たいです、ホークスは。どんだけ強いのかが。いや、あの全球団、うん、もう絶対怪我しませんっていう保証の中でやったらどうなるんですかね。めっちゃ面白くないですか。うん、そしたらやっぱホークス強いんじゃん。ホークス強いですかね。万全だったらやばいんちゃう、ホークスが。まあそうですね、レギュラーシーズンって選手の怪我とかがあってどうこうやっていくかっていうのを含めてのシーズンですからね。まああとはね、周東選手と牧原選手のセカンド争いとか、はい、うん、まあ、そういったところね、楽しみはありますけど、はい、やっぱり甲斐、森、うん、この2人がチームを救えるのかどうかが、はい、あとはここはもう普通にやれば、あと周り次第ですから、はい、そうですね、あ、周りが普通に戦えるかどうかだけなんで、うん、はい、それでも格はね、うん、その2人なんじゃないのかなと思いますけど、はい、ソフトバンクが2年連続 V 滅して今年どうなるのかはね、はい、大変注目ですし、はい、DeNA が筒香いなくなったけど、うん、強力外国人打線で一気に補って優勝いくのかっていうところはね、うん、シーズン楽しみにしたいですね、はい、そうですね、はい、はい。